大学日本一へ向けて初の連覇を目指す法政大学、奪回をかける明治大学、戦う舞台は整いました。国立競技場大学選手権決勝戦、キックオフまであと8分余りです。ゴール裏の客席がまだ少し空席が目立ちますが、しかしまだまだお客さんの数は増えてきています。今日のこの決勝戦、同志社大学 OB で日本代表チーム監督の小籔治さんの解説でお届けしていきます。それではまずここまでの両チームのトーナメント表をご覧いただきましょう。一番左側、法政大学は1回戦立命館大学に勝ちました。準々決勝は日本体育大学に、準決勝は京都産業大学に苦しみながら勝って決勝進出、7回目です。その法政大学準決勝戦、京都産業大学の VTR をここで振り返ってみましょう。左から攻めているのが法政です。このプレーから伊藤が拾い上げてそのまま独走します。バックス並みの走力を持つ、まあ、ワールドカップ7のジャパンの代表でもあります伊藤のこのトライで法政が逆転しました。さらに得意のこのラインアウトからの攻撃です。左右に振って相手ディフェンスを破っていきます。ゴールまであと10メートル。法政は伝統的にランニングラグビーが身上です。もう一回タックル。このプレーで最後センターの吉田が切れ込んでそのまま落ち込んでトライ。いかにも法政らしいトライでした。対する明治大学、右側のブロックです。1回戦は専修大学、準々決勝は大東文化大学に苦しみながら逆転勝ち、準決勝では同志社大学に本当に苦しみました。重戦車フォワードと言われている明治が押される場面がたびたびありましたが、その同志社に最後の最後で逆転トライを挙げました。では明治大学、その同志社大学との準決勝シーンです。この日は同志社はご覧のように自陣からでもペナルティーを、ゴールを狙わずにトライを狙ってきました。見事にトライに結びついたシーンです。まあ、こうしたペナルティーキックで1回もゴールを狙ってきませんでした。いかんなという明治の表情が見られましたが、一方の明治、この相手陣に入ってからのスクラムサイドを突く西田の正面へのトライです。このトライで2点差まで追い上げました。さらに明治の前へ出るラグビーが後半の36分に見られました。その軸になったのはやはりこの元木からでした。元木、フォワードの赤塚、スタンドオフの新野、そして松本がワンタッチ、天野フランカーがそのまま右隅にトライして逆転。明治、縦の突進が見られた逆転のトライ、苦しみながら勝ち抜いてきた明治。さあ、それでは両チームの15をご紹介しましょう。まず法政大学です。去年の15から12人がそのまま残りました。フォワードは春からほぼ固定メンバーです。島津キャプテン、決勝は右頬の怪我もありましてリザーブに回っています。去年の明治戦はこのフォワードが終始明治を上回りました。藤原、ラインアウトの要、伊藤の突進力注目です。ナンバー8バックス、スタンドオフの中瀬がプレースキックです。ハーフバックの2人はコンビも安定してピンチにも非常に全く動じません。安定してきました。フルバック、右膝を痛めていますが小野井が出場します。一方の明治大学です。フッカーの藤は1年生からのレギュラー、赤塚がラインアウトの柱、フランカー天野はフォワード並みの走力があります。総名戦、準決勝の同志社戦、今ご覧いただきましたが逆転のトライを決めたのはこの人。バックスは元木キャプテンが軸です。明治の今年の強さはこの人に象徴されていると思います。渡辺がプレースキッカー、そしてシーズン後半に来てキックも好調です。今日のこの大学選手権の決勝戦、放送席解説は同志社大学 OB で現在の日本代表チームの監督を務めになっていらっしゃいます小籔治さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。非常に楽しみな、そして両チームとも去年の準決勝で顔を合わせているチーム同士ですね。はい、
今年の両チーム、小籔さんはどういうこのチームから特色と見てらっしゃいますか。まず法政から伺いましょうか。そうですね、はい、まあ、法政はあの予想通りといいますか、まあ、順調にあの決勝戦までできて、そう苦しまずに今ここまで来たという感じですね。で一応あの戦い方としましては、伊藤君、ナンバー8の伊藤君ですね、から藤原君、この2人が、まあ、フォワードを引っ張っていってるという、でそれにみんながこうくっついていってるという、まあ、そんなようなチームで、まあ、去年レベルの力量を、いかんなく発揮していると、はい、そういうところでしょうね。さあその伊藤の顔が見えます。一足先にロッカールームから出てきました。チームの代表だという声が聞こえました。昨シーズン25年ぶり大学日本一に輝いた法政15、まずフィールドに姿を見せました。スクールカラーのオレンジとブルーのジャージが今日のこの決勝戦どういうプレーを見せるか非常に楽しみです。さあそして明治大学なんですけども、はい、小籔さんは明治の今年のチームカラーをどうご覧になっていますか。そうですね、あの明治は今年非常にディフェンス力のある、あのディフェンスの強いチームだと、ええ、特にあの元木君のディフェンスというのは非常にあの自分の問い面だけじゃなくてバックス全体をこうカバーするといいますか、非常にあの強いタックルで、全体的にも非常にディフェンスが強い。特にあの注目するのは、大学選手権に入りましてですね、準々決勝の大東文化、それから準決勝の同志社と、非常に苦戦をした状態の中で勝ち抜いてきたと。特にあの準決勝の同志社にはもうゲーム内容としてはもう負けるんじゃないかなというゲームの中で、それを勝ちをつかんだと。ボールの支配率では8割方同志社でしたからね、はい、でこの自信は選手たちにとって非常に大きいと思うんですよね、やはり接戦を勝ち取ったというところは選手たちにとって非常に自信にもつながるわけですから、まあ、そういう面ではあの明治そのものとしましてはディフェンスがいい、それからリズムに乗ってるという面ではあの去年とはちょっと違ったところじゃないでしょうかね。正面の帽子をかぶった方が法政大学の竹村秀夫監督です。3シーズン目になります。まだ明治の選手が今ロッカールームから出てきました。元木キャプテンが先頭です。スクールカラーはシコン、そして白のおなじみの横島のジャージーです。赤塚の顔が見えます。西田、天野、そして最後にナンバー8高橋。元木キャプテンを中心に今日のこの法政を目指してチーム作りを進めてきました明治大学。フォワードの明治が準決勝では同志社に一方的に押しまくられるというシーンがたびたびありました。まあ、小籔さんのお話にもありました、そうした非常に苦しい中を勝ち抜いてきた明治、勝てば2年ぶり10回目の大学日本一、決勝進出は16回目です。オフの時間が近づいてきましたが、小籔さん、はい、去年のこの両チーム準決勝で対戦した時には大差がついて法政が勝ちました、はい、まあ、フォワードが法政非常に強さが目立ったわけなんですけども、今日のこの試合のゲーム展開ですね、小籔さんはどう考えていらっしゃいますか。そうですね、あのどちらが先にリズムに乗って得点を積み重ねるかというところだと思うんですよね。で法政がやはりあの切り札であるナンバー8の伊藤君がですね、自由自在に走るようだと
法政はリズムはつかむでしょうし、そのリズムを止めるためには伊藤君をしっかり明治がディフェンスをしてですね、逆にそのタックルから逆に切り返すというカウンターアタックで得点をもしか取るようなことがあればですね、これ明治が有利になるというふうに思いますね。その伊藤という話がありましたけどね、はい、昨日明治の練習に行きましてもやはり伊藤選手のですね、はい、ポジショニングと言いましょうかね、そのあたりをずいぶんこう名前がね頻繁に出てくるんですよね。やはりそのあたり明治も相当この研究して今日の決勝戦に臨んでいます。レフリーは日本協会公認の斉藤直樹さん、タッチジャッジは長谷川俊幸さん、下井慎介さん、いずれも日本協会公認です。今日は島津キャプテンがリザーブに入っていますから、バイスキャプテンのバックスの江田がゲームリーダーを務めます。法政大学サイドが入れ替わりますね。明治左側、法政は右です。法政は地域を取ったわけですよね。太陽のあの位置が眩しいんで、そうですね、それを背に受けて法政側が太陽を背に受けてるわけですね、はい、ほぼ快晴の国立競技場、法政大学ラグビー部史上初の連覇を目指す法政。明治は10回目大学日本一を狙います。前半40分、まもなくキックオフ。最初のコンタクトプレーで押し出されました。法政ボールラインアウトです。さあラインアウト注目しましょう。法政ボールです。法政のラインアウトの要は4番の藤原、5番の高部、ナンバー8の伊藤、3枚います。3枚いるというのは小枝さん大きいですよね、はい、ラインアウトはいや違いますね、スクラムです、スクラムです。ラインアウトからスクラムに変わりました。これ何かあったんでしょうか。どうですかね、ノックオンを取ったんですかね、はい、ファーストスクラム、しかし法政ボールのファーストスクラム。ラインアウトはまた後ほどということになりますからね。体重差、平均体重は明治が95キロ余り、法政は83キロ余りと1人平均12キロの差があります。最初のコンタクトプレーが重要なんです。法政の第一列3人は日本代表候補です。引っ掛けましたか。法政にフリーキックが与えられます。相手陣に入りました。取りに行ったのは明治は赤塚、法政に反則。ヘッドギアをしているこの選手が赤塚です。明治193センチで110キロあります。明治法政陣10メーターラインに入ってマイボールラインアウト。さあここで最初のラインアウトということになりますね。元に戻ったって感じですね、はい、そうですね、はい、ただし明治ボールです。明治のラインアウトの要は先ほどお伝えしましたが前から2番目にいる選手、5番の赤塚です。赤塚で合わせました。ちょっと深いか、明治はチャンス、しかし笛が鳴っています。明治にペナルティーキックが与えられました。法政に反則がありました。オフサイドですね、はいはい、オフサイドがありました。狙います。今ちょっとハイパント深いかなと思ったんですけどね。そうですね、マークをしたと思うんですけども、ひょっとしたらレフェリーが聞こえなかったかも分かりませんね、うん、十分フェアキャッチができる距離でした。まあしかし今日もかなりお客さんが入ってきていますし、
観衆の大声援はものすごいものがあります。さあ前半3分、まず明治が左中間先制のペナルティーゴールを狙うのはこの渡辺大吾です。シーズンが始まった当初はあまり正確性がなかったんですけども、シーズンが深まってくるにつれて渡辺のキックに冴えが見えるようになりました。本人にとっても大事なキックになります。入りました、明治先制です。3対0、前半4分になるところ、明治がまず渡辺のゴール成功で3対0、寺西コーチの姿が映りました。後世のドロップキックから試合が始まります。さあ法政得意のランニングラグビーを見せるか、掴んでいるのは明治の三輪、いいタッチキックになりました。ハーフウェイライン付近まで戻しています。試合前寺西コーチとちょっと話をする機会があったんですが、北島監督は今日もご自宅でテレビ観戦ということだそうです。さあ今度は法政ボールのラインアウト、注目しましょう。どうでしたか、明治に出ました、回します、センターのどき、もう一回明治サイドをついて高橋ナンバー8、今度は右へ抜けた、明治に大きなチャンスが巡ってきました。今法政マイボールラインアウトを取られました、はい、そしてピンチを招いています。ちょっとタイミングが合わなかったですね、坂田君と藤原君。そうですね、これも危ない、明治の側に出ればトライのチャンスですが、どうでしょうか、ボールはまだイーブン状態か、法政に出そうだ、中瀬、ラインアウトも法政は去年ほどの確率がないんですよね、だから藤原君のところにボールを集中するもんですから、みんながそれをそのマークに行きますからね。明治ボールです。明治が今日ラインアウトいいですね。明治がボールを支配しています。左オープンサイドは深いラインですが、法政に反則、明治22メートルラインの内側でペナルティーキックを得ました。フランカーの天野がちょっと痛んでいるようです。小和元キャプテンは狙いますね、狙います、はい、ね、狙います、はい。今年の明治は非常に堅い試合運びが、そうですね、目につきますね。狙えるところは確実に狙えという、そういう指示を出しているようですね。自陣側に攻められているときには確実にハーフウェイライン上あたりまでタッチで押し戻して、そして相手陣に入ったところでのペナルティーは割合こう狙うケースが多くなっていますね。立ち上がりに渡辺は左中間20メートル余りのペナルティーゴールを成功させています。今度は逆側、決まれば6対0になります。渡辺
キック好調です。明治3点追加、6対0。よく当たってますよね。放送席、はい、佐藤さんどうぞ。はい、試合前の両チームの選手たちの表情なんですが、まず前年優勝の法政大学の方なんですが、ロッカールームで大きな声を掛け合って出てくるということは例年通りです。で、外に出まして、円陣を組んでからキャプテンが楽しもうと言いました。それからもう一つディフェンスだけだと言いました。それから選手が、グラウンドに行くときに、今日惜しくも出られないキャプテンの島津君が、選手の肩を叩いて送り出したところが印象的でした。続いて明治大学です。明治サイドはゲームの始まる10分前くらいギリギリにロッカールームに入ってドアを閉じました。入念なミーティングを終わってロッカールームを出てきてからは大きな掛け声はありません。元木一生先頭に出ていきました。合言葉は優勝ということよりも打倒法政、昨シーズンの準決勝の借りを返そうということだそうです。法政が明治22メートルラインの外側まで攻め込んできました。捕まりました。明治に反則です。明治この試合初めての反則。ゴールほぼ正面です。バイスキャプテン枝が狙いますと斉藤レフリーに告げました。リポートにもありました、今日は島津キャプテンがリザーブに入っておりまして試合に出場しておりません。バイスキャプテン法政は2人おります。この14番の枝と、そして今日もリザーブに入っておりますが17番をつけていますフランカーの東山。島津キャプテンは18番を今日はつけてスタンドから見ています。プレースキックは中瀬、ゴール正面です。35メートルほどでしょうか。法政3点を返しました。6対3です。前半10分が過ぎました。これは大事なペナルティキック入れましたね。ほっとしたんでしょうね。笑顔が見られます。京都産業大学戦でもちょっと不調なね、はい、あのキックで関係者を不安にの声もあったんですけども、最初のペナルティーゴール成功で本人もほっとしたでしょう。見えているラインは法政の22メートルラインです。ボールが見ないということで明治ボールです。キッカーというのは自分の距離というのがあるんですよね。で、自分の距離よりも遠いところから蹴った場合にはどうしてもそのリズムを崩してそこから調子を悪くしてしまうというケースがあるので、そこを注意すればいいと思うんですよね。そうしますと中瀬はまあ今のゴールを成功させたということでゴールキックももちろんなんですが、その他のタッチへのキックもこの自分のリズムといいましょうかね、調子をつかむことができるかもしれません。だから中瀬君の場合はどちらかというと敵陣に入った 10m を境に敵陣ですよね、がいいと思うんですね。そこからよりも外がいわばハーフウェイ寄りになると力がどんどん入ってきてその自分のリズムを崩してしまうということですから、とすると今のゴールキックは適度な位置だったそうですね。はい、ですね。何倍と高橋から戻します。フランカー天野。明治の攻撃パターンができつつあります。キッカー藤、外側へ。法政必死のディフェンス。ゴールまであと10メートル。まだ明治がつなぐ。ボールが見えていますが笛。ノックオンがありました。法政ボールスクラムです。前半が12分半過ぎました。明治に何回となく連続攻撃が見られます。はい、ちょっと法政のラインのディフェンスが少しずつデコボコになってるんですよね。デコボコ、はい、揃ってディフェンスに行ってないんですよね。
それは原因はどういうところに考えられるんでしょうか。だから用意ドンとこうスタートするときにですね、ディフェンスのスタートするときに揃っていないんですよね。だから島崎君が少し前に出てるのか、あるいは吉田君が遅れてるのかという、そういうところのところを突かれてるんですよね。センターですね。センターですね、はいはい、ボールは法政ボールですが、スクラムの中にボールが入ってもなかなか法政思うようにボールが出ません。なかなか明治のフォワードがいいプレッシャーをかけているようです。まあ、明治にとってみればスクラムでプレッシャーをかけて法政のナンバー8の伊藤君を動かさないことだと思うんですよね、作戦は。ナンバー8の伊藤は今シーズン、明治が押します。法政出した、東山大のナンバー8の伊藤はスクラムの時に比較的今シーズン離れるケースが多くて、京山大戦ではその辺を突かれたわけなんですが、今日はまあ立ち上がりナンバー8の伊藤はスクラムにきっちり入っています。ボールは明治です。ラインアウト、ボスが奪い返した。中島、このキックはちょっと中途半端か。クイックスローインはしません。明治 のフルバックの田島君、よく落ち着いてますよね。田島ですね、はい、選手が一人倒れています。坂田です、フッカーです。法政の今年のメンバーには、まあ、小籔さんが監督を務めになっているジャパンの、ね、はい、候補選手が非常に多くて、まあ、この坂田をはじめとして下間、中島、そしてナンバー8の伊藤、ハーフバックス2人ともですもん ね、 そ, うですね。そして秋山と、まあ、これから将来を背負ってもらう選手たちですよね。まあ、この坂田はですね、まあ、大学の中でもナンバーワンフッカーじゃないかという声が非常に高い選手で、そうですね、高校ジャパン、その高校ジャパンの時はキャプテンも務めました、まあ、今シーズンは初めちょっと首を痛めましてね、心配されましたが、今もちょっと首のようですが大丈夫でしょうか。法政ボールのラインアウトですが、坂田はボール投げませんね。下間が入れます。ああです、明治に捉えました。急遽下間がスローイングしましたが明治に捉えています。明治キープ、ランプッシュして、ボールはハーフエンドよりも少し入って元木だ、手が鳴っています。オフサイドですね。また法政の坂田が倒れていますね、うん、画面の手前です。どうでしょう、ちょっと首かも分かりませんね、さあ法政ペナルティーキックを得まして狙います。ハーフウェイよりも少し明治陣に入ったところですから50メートル近い距離があります。決まれば同点のペナルティーゴールを狙う中瀬ですが、先ほどはこの距離よりもさらに10メートル前でペナルティーゴール成功をさせています。ちょっと中瀬君にとっては距離が長いんですよね。親部さんの話ではこの中瀬は10メートルよりも少し内側に入ったところが、まあ、彼の一番持ち味を出す距離であるという話が先ほどありました、はい、さあどうでしょうか。決まれば同点です。わずかに左、ちょっと力減ってますよね。帽子をかぶっているのが竹村監督。今年の明治の印象はちょっと違うんです。思わぬところでボールを回してきたり、いわゆる重戦車というイメージがあまりないんですという話をしていました。
法政がボールを取りましたが明治が押し返します。前半18分が過ぎました。法政キープ、法政にアドバンテージ見ています。法政が初めてここまで攻め込んできました。ボールは明治、フルバック田島も落ち着いています。あ、今度は坂田が入れますね。去年はこの坂田藤原あたりのこのラインアウトのコンビが非常に良かったんです。取りました。また捉えました。法政反則。今坂田はやはり藤原に合わせようとしたんでしょうか。そうですね、そのはるか上を通過していって明治の選手がボールを使いました。法政のメディカル呼んでくれるか。明治がまた法政陣内に入っていきました。明治ボールラインアウトです。柏は明治のバイスキャプテン。明治はマイボール今日は全部取っています。これはもっと5メーターでしょうか。ノット5です。はい、後世にフリーキックです。スタンダのスタンドオフの進路、法政チャンス、法政にボールが出そうだ。明治に反則です。ゴール正面で明治に反則。ノットリリースザボール、ボールは離しませんでした。ゴール正面、距離は10メートル。ああ狙います。島津キャプテンに代わって今日ゲームリーダーを務めますのがバイスキャプテンの江田。ゴール正面で同点のペナルティーゴールを狙います法政大学。決まりました、同点です。前半21分が過ぎました。決勝戦明治法政6対6の同点です。両チームのプレースキッカーがペナルティーゴールを2本ずつ成功させています。さあ小籔さん、ゲームはここからですね。これからですね、前半が20分ちょっと過ぎたところですからね、取ったのは伊藤です。ジャンプ力があります。法政がキープしているようです。10メートルラインの外側、明治ボール。今日は明治のラインアウトもなかなか高い確率です。これは法政が取った。いいキックになりました。センターの島崎、まあ、どちらのチームが先にトライを取るかというところが見どころですよ ね。 そうですね、はい、今のところどうでしょうか。22メートルラインを挟んでの攻防という感じですね。そうですね、今度は進路がキック。フルバック小野木、右膝を打たれています。
取ったのは高橋ナンバー8。と何がありましたか。オフサイドですね。オフサイドですね。はい。はい、このオフサイドはちょっと大きな痛いオフサイドですね。中島があのボールを取りに行ってしまったんですね。あの動きに行ってしまいましたね。タックルに、ね、行きましたね。オンサイドになるまで選手動けません。ボールを蹴った時点で明治ボールのスクラムと変わります。見えている前線は法政の 10m ラインです。法政を押した。さあ明治元木ポイントが出して連続攻撃ができるか。明治出した。柏が持ち込む。新野が捕まっています。明治に出そう。今度はブラインドサイド。赤塚です。ロックの赤塚強い。まだ前進する。まだプレーは続きます。明治はじりじり前進。ゴール正面でいいモール状態になりました明治。ボールが出ません。明治に反則。オブストラクションがありました。法政ペナルティーキックです。今のは明治がなかなかいい攻撃をしていただけに惜しいペナルティーでした。赤塚くんがねよくあの前に持って出ていい形になったんですけども、そのボールのラックからのボールが球出しがちょっと遅かったですね。いわゆる明治の今のはトライに結びつける一つの攻撃のパターンが出たわけなんですね。そうですね、はいはい、その赤塚の突進のプレーです。そうですね、これ、はい、あの強くなりましたよね。ここでよく倒れずにで、ここでボールを持ってこの後で倒されてラックになるんですけども、ね、ラックになってそのボールが出るにもう一回ボールになるんですね。あ、ご覧のように法政マイボールラインアウト、今日は4分の1、まあ、これは取りました。いいところです。チャージ明治にアドバンテージ見ています。明治が支配。ハイパントのボールの処理がちょっと明治うまくいってませんね。やっぱコーリングが足りないんでしょうね。一つは、ええ、俺が取るぞというそういう声がですね。明治にフリーキックです。落ちてきたボールに対する働きかけがちょっとそういえばこう遅い感じがしますね、はい、キックは田島出ています。タッチジャッジの旗が上がっています。これはフリーキックですから法政ボールラインアウトになります。まだ両チームノートライです。決定的なチャンスというのはまだ両チームありません。自陣です。ウィングは谷口。じーっと危ない。タッチ出ていません。伊藤です。その突進を止めた明治。まだアドバンテージを見ています。ここで笛。今日は笛があまり吹かれないでよくアドバンテージでプレーが流れていきますね、だから面白いですよね、笛をあまり早く吹くとゲームが途切れてしまうので面白くなくなりますよね。
今もギリギリまで笛を吹きませんでした、はい、レフリーの斉藤直さん。非常にいいレフリングですよね。進路はどうする。陣地を取りに行きます。いいタッチキックになりました。好判断のスタンドオフ進路2年生。一挙に22メートルラインの内側まで入って、さあ明治トライのチャンスです。これ法政のラインアウトの確率が今日ちょっと低いだけに、明治ここチャンスですね。法政はここはなんとかピンチをしのぎたいところです。明治行った、トライ。相手ボールを奪いました。ナンバー8高橋一走、両チームを通じて初めてのトライは明治、ナンバー8の高橋。今のはプレーとしては、あ、見てみましょう、ここでボールを叩くんですよね、はい、たこぼれ球をここでタックルに行ってですね、このボールを拾ってですね、高橋、はい、自分で行きましたね、はい、ちょっとした隙を突かれました。法政、明治先制トライ11対6。この高橋は1年の時は入院して全く試合に出られずに、まあ、昨シーズン後半ようやく試合に出てきて、今シーズンこれほど試合に出たのは初めてですねという話をしていたんですけども、そうですね、まあ、今のトライなんかも相手のこぼれ球をいかに早く働きかけたかということがトライに結びついたことなんですよね。したがってボールへの働きかけがいかに早いことが大切かということを見せてくれたトライだと思いますね。いい感じです、入りました。難しい角度、渡辺決めて13対6、明治リードを広げます。去年の準決勝戦で両チームは対戦していますが、その時とは試合展開が逆になっています。ここまでその今日の試合のポイントになるであろうという話があった法政の伊藤について、その動きは、そうですね、今のところ走るチャンスはないですね、でしかもスクラムでややプレッシャーを受けているわけですから、なかなかその持ち出す場面もないという状況ですよね。だから、まあ、伊藤君にとってはチャンスを伺っているというところじゃないでしょうかね。前半30分が過ぎています。31分、のトライの後の渡辺のゴールキックも難しい角度だったんですが、よく決めました。よく決めましたね、あれはね、はい、明治が取っています。長い笛です。どちらでしょう、法政に反則です。法政前半6つ目の反則、明治は4つです。ボールに集中だという声が聞こえましたが、どちらのチームの声でしょう。ここまでは明治が押しています。得点13対6、明治リード。まあ、法政はここを守らなきゃいけませんね、今明治のペースになってますから。明治高田が掴んでいます。ライディングボール、一回フォワードで角をついて、まだ前に出ます。法政に反則、明治ペナルティーキック。
ゴールまで15メートルほどのところで明治ペナルティーキックを得ました。さあ元木キャプテン、ここはどうしましょう、狙うでしょう、狙います、はい、今日は渡辺のキックも冴えています。明治のあのサイドの攻撃を法政も塞がないとちょっと苦しくなります、はい、前で潰さないとですね、まあ、今のところ明治のチームからの前へというプレーが随所に出てますよね、はい、逆に法政はこういうゲーム展開があの試合前にも宮部さん話がありましたが、はい、今シーズンあまりないんですね、ここまでの点差を追いかけていくといいましょうかね。そうですね、だからその辺のところでその選手たちの精神状態が、まあ、今のところ安定しているのか、それともやはり動揺しているのか、その辺のところが大きなポイントになってくると思いますね。でしかもこのペナルティキックを入れられますと、入った、渡辺今日10割、10点差がつきました。ちょっと法政としては苦しい状況になりますよね。前半もあと残り5分余りですね、そうですね、なんとかここでペナルティー1つでも返しておきたいところでしょうね。まずそのためには明治陣で試合を進めたい法政です。法政に出そうです。明治取り返した、ノータッチ、ウイングの枝、バイスキャプテン、今日ゲームキャプテンを務めています。去年はこの枝がこの明治戦ではインターセプトから途中 60m の独走トライも決めました。この人が島津キャプテン、今日はリザーブ18番をつけています。法政が前進、前に落としました。ちょっと法政のこのリズムって言いましょうか、はい、うまく噛み合っていないような感じもするんですが、そのあたりはミスがね、ちょっと多いですよね、法政らしからぬこうしたミス、やっぱりどうしても気持ちが先行するんですよね。明治ボールです。前半5分を切りました。今度はハイパンです。ちょっと深いか、ものすごいタックル、高タックル。さあ明治チャンス、赤塚あと 10m、 法政は守りたい。明治フォワードでいくか、キープ、もう一回組み直して、あっと明治に反則です。押し込んで明治に反則、頭を抱えた1番はプロップの南條。今のも元木キャプテンも高タックルか、チャンスが生まれました明治。法政は命拾いです。今のゴール前のボールを出せればトライになるチャンスあったですね。このタックルですね、呆然とタックルに行きました、はい、元木キャプテン。ここでボールを拾ってパスで赤塚くんが持っていて、そうでした ね、赤塚がどうしよう、15メートルくらい引きずっていきましたかね、法政、はい、です。どちらでしょう、反則がありました。天野が呼ばれていますね。ちょっとラフプレーがあったと思いますね、はい、斉藤レフリーからかなり厳しく注意を受けています。フランカー生の明治にラフプレーがありました。法政にペナルティーです、法政にペナルティーキックが与えられます。
一度プレーが中断しています。一度ここで明治の選手が集めさせましたね、サイドレフリーね。小籔さん、これはどういうことなんでしょうか。おそらく今のサイドレフリーからの注意を元木キャプテンが、みんなに伝えて、伝えたんですね。でレフリーがいいかということで確認したんですよ ね、もうプレー始めるぞということを、はい、あの明治の選手たちに話をしたんですよね。今日は北島監督の姿はありません。寺西コーチです。法政明治陣に入ってラインアウト、いい形で取りました。法政の形はここから生まれます。22メートルライン内側まで入りました。やはり法政の攻撃の起点はこうしたセットプレーからの球出しですね。はい、今日は法政が連続攻撃ができてませんよね、その分苦しんでますよね。法政、法政の大合唱は国立競技場。前半39分が経過しました。手元の時計、法政がチャンスを迎えようとしています。明治ボール、この前のプレーでいい感じでラインアウト取っていますので、あ、法政ショートラインアウトにしました。伊藤です。この辺りが今年の明治のディフェンスの良さです。手元まもなく40分になります。法政ボール、今のはちょっと富士が早く出過ぎましたかね。はい、オフサイドです。富士オフサイド捉えました。法政にペナルティーキック、手元40分過ぎています。あ、狙います。まあ、ここはもう前半時間がないということで、はい、1本決めて前半終了ということを狙ってきました。これは入れてほしいところですね。今10点差あります。このペナルティーゴール成功なれば7点差、1トライ1ゴールで追いつく得点差です。今日は3回蹴って2回成功、そのうち失敗の1本は長い距離でした。この距離もちょっと難しいですけどね。50メートルくらいはあるでしょう。この見えているラインがハーフウェイラインです。距離はどうでしょう。入りました。ギリギリ入った。中瀬ゴールキック成功。7点差追い上げます。これはよく決めましたね。ここで前半終了。まあ、法政リードは下がれながらも最後のあの中瀬のキックは見事でした。後半戦へ向けて大きなこの後半戦へ向けての大きなこの望みになりました。距離